はい、どうもフィズです。久しぶりに一人でまた動画を撮っております。今回もですね、重大発表がございます。まあいつも重大発表動画はですね、内容が全く一緒なんですけれども、今回も同じくです。フィズの5曲目のシングルが配信されます。ありがとうございます。そしていつも応援してくれてる方々、お待たせしました。2022年、一発目の、新曲でございます。はい、満を持して、今年一発目の曲がやっと配信できました。早速タイトルなんですけども、So Long という楽曲になっております。今までですね、私は失恋ソングをですね、2曲作らせていただきました。リライトラストメッセージ、そしてドリーミンと、この2曲ですね。なんなら、リライトラストメッセージにラストメッセージ、に関してはですね、MV にもなっておりまして、今もこのチャンネルにですね、アップされておりますので、よかったらね、まあこの後にでも見ていただきたいところなんですけども、なんとですね、またも、失恋ソングを作ってしまうというですね、英語ね、詳しい方はもうご存知だと思うんですけど、 So long という意味はですね、またねという、まあセリフっていうか、まあ言葉というか、まあ、別れをですねイメージさせるような言葉だと思うんですけども、なんでまたこの言葉を選んだかというとですね、この今回の曲がですね、まあ自分のこう行いが原因でこう、ね、今まで付き合ってた彼女とお別れしてしまったと、ただなんか納得いかないんですよ。別れるっていうことに対して、もう相手の人はね、もうとうに気はもうないわけですよ、自分だけど、どうにかこうにかしてなんかこうより戻そうという気持ちでも、別サイド、この自分の心の別サイドでは、いやいやもうお別れをしないといけないって自分に言い聞かせてる。またねってもう言うのが本当は正解だと分かっているけど言いたくない、でもどうするっていうようなね、そんな心情をですね、書いた歌った一曲になっております。はい、まあ、今回も配信日お伝えするんですけども、3月の20日になりますね。3月の20日に今回のフィズの5曲目のデジタルシングル So Long が配信開始となります。まあ、いつものごとく各種配信サイトにて配信となりますので、ぜひチェックをしていただきたいです。というわけで、来たる3月からですね、フィズの5曲目のシングル So Long が配信開始となりますので、ぜひ当日皆さんチェックしてください。では以上、重大発表でございました。またね。